皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品はグラミチのシェルパッカプルショーツです。今回はお色6色、ご紹介していこうと思います。それに、サイズが S から L と、履き比べておりますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。では行ってみたいと思います。まずこちらのパッカブルショーツなんですけども、グラミチの代名詞でもある G ショーツっていうの、形がありまして、このオリジナルショーツから現代のニーズに合わせ生まれた定番のパッカブルショーツとなります。適度にゆとりのあるシルエットで、高密度でありながら上品でソフトな風合いで、もう肌触りも非常に良くてサラッとした、履き心地でした。撥水機能に加えて風も通しにくい素材ですので、結構夏突然に雨降ってくることも多いかと思うんですけども、そういった、雨とか風にも対応してくれるんじゃないかなと思います。で、ポケットには水抜き仕様が、ついているのと、後ろ身頃にはジップポケットになってまして、山でも海でも、もちろん街でも活躍する、一応水陸両用のショーツとなります。ちなみに塩素にも対応しておりますので、このままプールに入っていただいても問題はないそうですので、ちょっとそういうところもポイントかなと思います。で、実際履いてるんですけども、こちら黒色ですね。身長163センチ、体重54キロで、こちら着用 M サイズを履いております。本来多分ジャストは S かなっていう感じなんですけども、少し緩めな方が好きなので、ワンサイズ上げて M サイズで着用してもだいぶスッキリは見えるかと思います。丈はね、そこまで長くないタイプとなりますので、非常にこうバランスが綺麗と言いますか、すっきりとした印象でお使いいただけるんじゃないかなと思います。で、一応素材はポリエステル 100% で、ストレッチ性がそんなに強いわけではないんですけども、本当に着心地っていうところがすごく良くて、もう肌触りはめちゃくちゃ良かったです。で、もう本当に滑りもいいですので、さらっと履いていただけるっていうところが、すごく個人的にはポイントかなと思います。で、お値段が、税込みで8800円となっております。去年より多分200円ぐらいちょっとアップしてるかもしれないですけども、その辺も、ちょっとご参考になればなと思います。で、こちらですね、冒頭でもご説明したんですけれども、パッカブル仕様となっておりまして、本当に持ち運びが非常に便利で、おカバンの中に入れていただけることとなります。後でちょっとご説明するんですけども、ウエストも総ゴムになってまして、ボタンはついてなくて、フロントもジップはついてないタイプとなりますね。で、ウェビングベルトで調節していただけるという感じになっております。で、スラッシュポケットも非常にこう手の出し入れっていうのがしやすいタイプとなります。で、このバックポケットですね、こちらがジップ仕様となってまして、こちらのところを開けていただいて、ひっくり返してぐるぐるっとしていただくとパッカブルになるよっていう感じなんですけども、本当に簡単にできて滑りがいいですので、非常にこう収納する分にも手間なく、こうスルスルっといける、こんな感じですね。もう一瞬でできちゃうので、そういった面でも結構便利な感じですね。もう急いでる時とか、アウトドアのシーンとかでもすごくこう重宝するショーツになるんじゃないかなと思います。こうなんか見た目もちょっとコンパクトで可愛らしい感じですので、おカバーの中に入れててもちょっとこうデザイン性もあって、おしゃれっていうところも一つポイントなんじゃないかなと思います。逆に広げる時も、もうひっくり返すだけでスポッとまた元の形に戻りますので、そういった目でも本当に簡単にできますので、結構癖になる感じかなと、個人的にはちょっと思いました。で、ひっくり返すと、こういう感じで一応水陸両用使えるショーツとなります。で、ポケットの方にはしっかりと水抜きもついておりますので、その辺も安心してお使いいただけるんじゃないかなと思います。はい、で、続きましてですね、こちらペイズリーの方を履いてるんですけども、こちらで S サイズ着用で、もうこれで本当に僕の体型といいますか、身長でしたらもうジャストサイズかなと思います。丈がね、どうしてもちょっとこう膝上すぎるんじゃないかっていう、ちょっとその辺が気になる方に関しましては、少し腰履きしていただいても、これでちょっとずらすとこれぐらいの感じですね、やったらちょっとこう軽減される感じかなと思います。あんまり下げすぎると、お尻のところの生地が余ってしまいますので、シュレットが崩れちゃうんで、程よくが一番いいと思うんですけども、丈が少し気になるよって方は M サイズにしていただいてもいいかなと思いますが、一番シュレットに綺麗に見えるのは S かなと思います。で、こちらがパープルですね。これで L サイズを履いております。ここまで来ると、渡りの部分というところですかね、その辺が結構だいぶゆとりが出るような感じになります。丈も膝がもう本当に被るぐらいの感じの長さになりますので、この辺は結構お好みがあるかなっていう感じのサイズ感じゃないでしょうか。
ただこちらの紫の色がね、本当に非常に発色が綺麗で、こう黒とかの濃い色のトップスとの相性は抜群にいいので、個人的にはもうめちゃくちゃおすすめなお色です。なんかこうやらしい感じのパープルではないので、すごくこう春夏らしいと言いますか、発色が綺麗な色ですので、まあショーツとして一つ持っておく分にはすごくスタイリングの幅が広がっていいかなと思います。で続きましてはこちらフォレストグリーンですね。普通のグリーンより結構明るい原色に近いお色といいますか、でも程よくこう深みのある感じのお色となりますので、まあ、これも大人の方が履いても全然いいかなと、使い勝手がいいかなっていう感じですけども、なかなかこうフルレングスとかになるとこういう色のパンツって結構勇気いったりするんですけど、まあ、夏独特といいますかね、こうショーツとかやったらまだ手が出しやすい感じですね。で、まあ、白の T シャツと合わすともう本当にこんな感じで、もうシンプルに、ちょっとアクセントも出て、すごく夏のコーディネートっていうところがシンプルになりやすいんですけど、この辺で遊んでいただけるんじゃないかなと思います。でこちらが、これも M サイズなんですけども、もう安定のベージュですね。結構濃いめなベージュとなりますので、全然これも使い勝手がいいかなと思います。前回ご紹介した NN ショーツの感じのベージュよりかは全然こっちの方が色が濃くなります。まあ、素材もねちょっとポリなんで光沢感もあって、スポーティーな印象というところはすごく表現でしやすいんじゃないかなっていう感じですね。まあ、こういうショーツをまず1本目ってお考えの方は、個人的には黒かこちらのベージュかっていうところを持っておけばまず間違いないんじゃないかなと思います。ちょっとアクセントでね、このベルトの色っていうところも、ちょっと配色が変わってて、まあ、ちらっと見える分にはおしゃれな感じですね。でこちら最後ネイビーですね。これもね結構なんていうんですかね、上品な感じのネイビーとなっております。まあ、もちろん素材的にツヤがあるっていうところも、あるんですけども、この色目がですね本当に絶妙なこの青みがかった感じのネイビーというところがすごくおしゃれな印象を出してくれるんじゃないかなと思います。このベルトのねちょっとパープルっぽい、ラインというところもすごくこうアクセントで、ちらっと見せるとすごくおしゃれな感じですね。まあ、気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらでチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで今回ご紹介してきましたグラミチのパッカリングショーツですね。本当にこれもね持ち運びがすごくしやすくて、本当に素材的にも肌触りがすごく良くて、水陸両用で使えてっていう使用用途はかなり幅広くお使いいただけるかと思います。もちろん普段履きでも、これからの季節さらっとお使いいただけるかと思いますので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでまた何かこういうのをやってほしいとかございましたらコメントもよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画まで、さようなら。